ドリームチーム。両チーム無敗で迎えることになった伝統の一戦。最初に仕掛けたのはカタルーニャの翼だ。この試合負けるわけにはいかない。翼、単独での突破を狙うつもりか。ビーカムを抜き去り、なおもそのままフィールドを駆け抜ける。行くぞ。よし、よし。これは翼とペペのコンビネーションにマドリードブランコ守備陣が翻弄されている。このままシュートは厳しいと判断したのか、ペペが翼にボールを戻す。翼！マドレーザ、君を抜くのは簡単じゃない。それなら翼、ナトレーザとの勝負を避けパスだ。しかし左サイドは無人だぞ。なんだと、そこには誰もいな。な、何？行くぜ。決まった！翼とペペの連携の裏でビクトリーノが快足を飛ばしてゴール前まで走り込んでいた。カタルーニャ、敵地で大きな先制点を手にしました。ビクトリーノ、それにペペも。ソリア戦でも見せた新加入の選手と翼による今シーズンのカタルーニャの鉄板戦術が炸裂しました。試合開始1分での衝撃的な展開にホームスタジアムを埋め尽くすマドリードブランコのサポーターに動揺が広がっています。ビクトリーノ、この調子で2点目も狙っていこう。
イエニスタ、チャビ、この調子で相手にプレッシャーをかけていこう。あっちゃあ、やられちゃったな。でもまだまだ試合は始まったばかり。すぐに取り返させてもらうよ、翼！その通りだ。逆転のチャンスはいくらでもある。伝統の一戦、先制したのはカタルーニャ。しかし、それ以降は攻めあぐねています。中盤でペペからボールを受け取ると、一気にマドリードブランコのゴールへとかけていきます。行かせるか。隙がない。ペペ、よし。見えだぞ。同じ手を何度も食らうわけにはいかない。ここでマドリッチがパスをカット。サンパウル黄金コンビが破られた。しまった。このまま得点させてもらう。させるもんか。